頑張って頑張って、はい、まだいける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 あと1回あと1回探索じゃなくて今回も違うな今回は、廃墟探索ではなくてちょっとねまた、昭和ハウスさんにお邪魔してきましたということでね、もう今ね一応ね実はもう収録終わった後なんですがちょっとね今回も、一発、やろうかなと思ってちょっと、富永さんね昭和ハウスの、富永さんに、協力していただいて、昭和レトロチャンネルというね、チャンネルの方で、コラボ配信ということでね、やらせていただきました。はい、疲れた。はい、ということでね、まあ、放送の方はね、この、まあ、一応今エンディングみたいな感じで撮ってんねんけど、一応オープニングなんで。一応この後でね、放送ということでお楽しみください。それではさよなら。さよならちゃん。はい、皆様こんにちは。ザ・昭和レトロチャンネルです。私が富永です。よろしくお願いいたします。今回はですねこのスタイリー昔一度やったことあるんですけどもあの時はもうグダグダでただどんなのかやってみたぐらいで終わっていたので今回このスタイリーを使ってね、ちょっとガチでというかやっていきたいと思ってます。それで、今回ね、僕が一人でやってても面白くないということもあるので、特別ゲストに来ていただきました。グミチャンネルのグミ猫村さんです。グミネカムラです。はい、ということでですね、今回は、富永さんの、昭和レトロチャンネルということでそちらにお邪魔してさせていただきました。でね、今回は、コラボでね配信ということでちょっとまたやらかすと思っているんでよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、今回するのがこの、スタイリーという健康器具になるんですけど、はい、これって見たことありますか？いや全然見たことないですね。まあまあそうだと思ってましたっていうか本当これ昔昭和40年代後半から昭和50年ぐらいにかけてぐらいですかね、うん、昭和50年代ぐらいの本当前半ぐらいに大ヒットした商品で、うん、もう通販的に思いっきり売られてた商品なんですよ、うん、で私がやっても本当にグダグダでもうお腹も出てきてこの体型でやってても面白くないというところもあるんでこれで
今回ちょっと考えたのが、このスタイリーという健康器具を使って、はい、2人でちょっと対決をしていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあこのスタイリーを1分間に何回できるかの競争をしたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、準備しました。こちらが実は純正品です。純正品、スタイリーってこれ書いてますんでね、ロゴの入った純正品。それに対してこちらは残念ながらバッタモンの方になります。バッタモン、はい。まあどちらがどうよくどう有利かというのはわからないですけども、まずはやっぱりね、やるからには使いたいのはこの純正品だと思うので、純正品争奪戦、一本勝負のじゃんけんで、じゃんけんで、はい、行きたいと思います。はい、じゃあどうしましょう。最初はグーでいきますか。最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃ。じゃあ純正品で、純正品で、はい。じゃあ僕はあの非純正品でいきたいと思います。非純正。じゃあまずはですね、この上に乗ってもらうわけなんですけどね。よいしょ。怖いな。はい、気をつけて乗ってください。やべ。おお。後ろ上がる。腰が来て、足が来ての抵抗ですね。はい、で誰が1分数えるか。それでちょっと待ってタイマー許します。はい、はい、これでですね、一応ね、こう一回やります。簡単にこう、このようにこう体を伸ばして戻ってくる。ああ、これが1回です。1回、2回、こんな感じで3回。頭打ったし、おこれ怖い。これ早くやりすぎて怪我だけしないように。あのタイマー持っとこうか。あ、大丈夫大丈夫、置いとくわ。タイマー、うん、はい、はい、じゃあ2人とも、あのグミさん、タイマーの携帯どっか安全なとこ置いてもらって、はい、じゃあ行きますよ。はい、位置について、よーい、スタート。はい、はい、怖ー、なんか怖い。意外とグミさん運動神経良さそうだけど、意外と回数いってないの。いや、もう怖い、正解怖い。長田さん結構慣れてますから。めっちゃ怖い怖い、しかも、うん、あの足元バーが届いてない。あ、しかも結構眩しい。こうか。おお、頭が、あ、やっぱり回数分からへん、忘れてしまう。こうか。わ、これ慣れてきたかも。お、なんかグミさんがスムーズになるんだ。回数出るかと思いますので、はい、勝敗はその時に。あ、
まあ、使い方としては競争するもんじゃないと思うんですけどね。皆さんは安全にお使いください。本当に怪我とかしたら大変なんで。ということで、ちゃんとしてエンディング撮りましょうか。じゃあここで、はい、はい、ということでね、今回は、昭和ハウスさんにお邪魔させていただきまして、昭和レトロチャンネルというね、チャンネルを、やってます、富永さんにね協力していただいて、コラボ配信ということでやっていきましたが、今回はねもうなんてやつだったっけ、運動器具スタイリースタイリー、ああそうそう、スタイリーというね、運動器具で、運動器具チャレンジ1分間チャレンジということでね、またちょっと一発やらせていただきました。で今ちょっとね頑張ってやってくださってるんですが、はい、歌ってくれてます、あれはい、ということで、まあ今回はこんな感じでね、廃墟とか心霊スポットではなくまたね違ったね、配信なんですが、これからもねちょくちょくもしかしたらこういうねまあちょっと違った配信もしていこうと思ってるんでね、またそちらの方もよろしくお願いします。でねまたねいつも通り、グミチャンネルとグミ猫村のサブチャンネルの、視聴の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとはね今回、昭和レトロチャンネルと、コラボということでね、そちらの方もねまた皆さん、リンクの方も貼っておきますんで、またご視聴の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではさようなら。